はい、社会保険料節減業務等ですね、に関連しまして、まあ、一つ、重要な知識がありまして、社会保険の、報酬月額のですね、算定の特例なんですけれども、保険者算定と言われるものですね。これは各被保険者のですね、報酬月額を、まあ、資格取得時決定とか、定時決定等でですね、定めることが、まあ、算定することが困難な場合ですね、こういった場合とか、あるいは、まあ、資格取得時決定とか、定時決定で、算定したんだけれども、その算定した額が、まあ、著しく不当であるというような場合ですね。この2つの場合には、まあ、保険者が算定すると、保険者が、報酬月額を決めると、こういう規定がございます。